どうも皆さんこんにちは、スイーです。というわけでね、皆さんつるつる TV チャンネル登録者10万人突破しました。素晴らしい。というわけでね、まあ、10万人突破したということでね、やっぱり記念動画撮りたいなって思ってたんですけど、やっぱただ記念動画撮るだけじゃね、面白くないなと思ったんで、いや、お祝い事だからね、こちら面白くなくていいんですけど、面白さも入れたいなと思いまして、今回はとある検証をしたいと思います。題して、それっぽい雰囲気作れば感謝の手紙誰が書いてもバレない説。というわけでですね、お祝い動画撮るよって言って来させて、もうすごいもう感動する雰囲気に変えた時に、僕がね、感謝の手紙を読むんですけど、その感謝の手紙は別の人が書きます。で、読むのは僕なんですけど、書いてる人は別の人なんですよ。それ知った上でだったら赤の他人の言葉なんで感動の彼女もないんですけど、それを隠してその赤の他人の人がね、僕に予想って書いた手紙を僕が読めば、さすがにね、メンバー感動するんじゃないかなと思いまして、今回は僕じゃない人に手紙書いてもらおうかなと思うんで、早速その人のところに行きたいと思います。はい、というわけで移動しました。お手紙書いていただく方、この方です。どうぞ。弟のトランポリンしげぞうくんでございます。トラしげくん、今日はね、僕らチャンネル登録して10万人いったんですよ。あ、おめでたい、おめでたい。どっけた。やっと10万でしょ。やっとってやめる、やっとって。でね、明日10万人突破してから初めてポークとリキに会うんですよ。で、その際に僕手紙読む。その読む手紙を書いてほしい。ああ。だから、俺になりきって書いてほしい。もうふざけなし。真剣に。真剣に。もう俺はあいつらの泣く姿が見たいから。じゃあ、お願いします、楽しみくん。終わった。ほならね、こちらを文章何も変えずに、ポークとリキに読みたいと思います。こんにちは、つるりーです。リッキーです。おい、ポーマンです。ということで、つるつる TV 10万人おめでとうございます。いやー、やっとですね。長かったって言ったらいいかな、俺は。どうでしょう。ようやく10万人行きましたよ。どうです、ペーペーから。ペーペーってやめてくれ。1年半つるつる TV に入ってからまあ経ちましたけど、去年の春から急上昇してたよね。すごい伸びが早くなったし、自分たちの顔もだんだんいろんな人に知られてていくだったじゃん。お前話が下手くそすぎる。まあ簡単にまとめると嬉しい。ごめん、下手くそでごめんね、本当に。でも本当に嬉しいなって思う、私は思います。まあそれはそうです。リッキーさんどっちかって言ったら嬉しい。おい、そんな濁すなよ。まあ嬉しいでしょ。嬉しいよな。だって銀の盾だよ、予約。わかる、あれがもう手に入るんだよ。今申請しようぞ、銀の盾。そんなことできんの。多分できるぞ。銀の盾もらい方。確認コード。この案内が届くタイミングは年間数回しかないことです。まあまた今度ということで、10万人突破したわけなんですけど、そんなあなた方に手紙を書いてきました。ちょ、本当は今日俺もね、持ってきたんだよ。持ってきたの？本当。うん。ちょ、持ってくるわ。え？本当に？え、ちょっと、まあ、行きに来てってこれなんだよね。おふざけんな、お前。いらな。最近感情なくなってきた。いや、泣けとは言わんよ。いや、でもね、これで、だから俺の手紙でも感動して、もしね、泣いたらすごいことですから。いや、もうぜひね、この動画ではもう、何も考えなくていいから、ありのまま自分を出していただければと思います。じゃあ、読みますよ、手紙。いきます。じゃあ、まずリッキーから。いや、ポークから。いや、リッキーから。リッキーへ。リッキーは、つるつる TV 結成当初から支えてくれた唯一のメンバーです。最初は面白そうという感覚で始めた YouTube が、今ではもう10万人を突破しました。これも、動画が伸び悩んでる時、リキがいてくれるだけで動画が面白くなって、動画を撮ってくれていて楽しかったです。リキはつるつる TV で一番面白いメンバー、共に6年間させてくれた大切な友人です。これからも一緒に YouTube を頑張りましょう。つるによる。続いてポーク。ポークへ。つるつる TV が伸び悩んでいた時、たまたま動画一緒に撮った時すごくやりやすくて、これは正直メンバーにしたいと思いました。加入して1年半、ポークが来てから新しいつるつる TV としてチャンネルも成長したと思います。ポークがいなければ10万人もいかなかったし、こんなに楽しんで動画も撮れなかったと思います。ポーク、本当に辛い時期を支えてくれてありがとう。これからも面白いポークとして動画を支えてください。つるによりということで、どうでした、感動しましたか。俺はまあ正直に言う、そう思ってくれるのは嬉しいなと思って。どうですか、リッキーさん。嬉しかったです。くそー、泣かせることはできなかったか。この弟が書いた手紙で。弟が書いた手紙ということで、今日の動画は他人が書いた手紙で感動するのかっていう動画でした。今俺も初めて読んだけど、内容ペラペラすぎてさ。でもさすがにこれ以上ダメだなと思って、ちゃんとガチで書いてきました、手紙。しかも驚くことに A4 2枚分ぎっしり書いてあるんで、読みたいと思います。これはもう本当俺の言葉だから。いきます。リッキー A。 俺が YouTube やりたいって言った時に、2つ返事でうんと言ってくれた時、とても嬉しかったです。2012年は YouTuber という単語もなく、ネットに顔を出すなんて考えられない時代でした。そんな時代に YouTube をやると決断してくれて本当にありがとう。最初は1日4本投稿とか平気でしちゃうくらいずっと YouTube に集中していたので、撮影も大変だっただろうに付き合ってくれてありがとう。中1の頃、小さな
小さなことで喧嘩して1年間一切口を聞かなかった時、初めて一人で動画投稿をしました。一人で動画を撮っていても全く楽しくなくて、ずっと早く仲直りしたいなと思ってました。中2の初めの頃にリッキーさんが前髪を切りすぎた時、ぎこちなく前髪どこ行ったのと久しぶりに喋りかけたら食べられたと返事してくれて、はぁ、いつものリッキーやってなって、めっちゃ嬉しかったことをまだ覚えてます。そこからまた喋るようになり、 YouTube を撮れるようになって、人生が楽しくなりました。周りが高校受験で焦っている時も平気で動画投稿していたのは、今思えば俺ららしいなと思いました。そして高校に入学してから、もっと YouTube を頑張りたいと思って、遊びから本気に変わりました。動画の構成とか再生数とか気にするようになってから、いつしかあまり喋らなくなり、ビジネスパートナーみたいになっちゃった時もあって、そんな悩みを抱えている時に助けてくれたのはフォークマンです。フォークマンが僕の家に遊びに来た時に、動画に出たいと言ってきてくれて、一緒に撮影してみるとすごく俺らに合っていて、しっくりくるものがありました。それからフォークマンのいないところで一気といろいろ話し合い、フォークマンは先輩にさせるしかないなと思いました。その時に急に電話をかけて、俺でいいなら全然入るよと言ってくれて、ありがとう。こうして3人になったツルツル TV ですが、やはりフォークマンが入りたての頃は動画の再生数が上がるわけでもなく、 YouTube 的にはすごく調子が悪かったです。でもプライベートではリッキーとビジネスパートナー気味になっていたのも、フォークが入ったおかげで治って、すごく楽しくなりました。僕が悩みすぎていた時に、フォークマンはいずれ脱退させるからとかひどいことを言ってしまったのは今でも反省してます。何気なく動画投稿していると、去年の3月後半からたくさんの視聴者さんに見られるようになりました。毎月1万人ずつ増えていった時に、僕は進路に迷っていましたが、就職もせず大学も行かず YouTube 一本で生きていくことを決意しました。なので今までよりももっと真剣にいい動画を作れるように力を入れていかなきゃいけなくなったので、たまに強い口調でお説教しちゃうけど怖がらないでください。長々と書いてしまったけど、チャンネル登録者10万人突破、本当におめでとう。リキとポークがいなきゃ絶対に突破できなかった数字です。これからもいろいろ悩んだりしてダメダメなリーダーになっちゃうかもしれないけど、その時は支えてください。最後に、俺はリキとポークが心の底から泣きたくなかった、心の底から大好きです。これからも一緒に頑張っててっぺん取ろうね。以上です。泣きたくなかったけど泣いてしまった。これが僕の思いだ。恥ずいな。嬉しいんだけど、めっちゃ熱いな。俺は思ったけど、死ぬ限りは俺はお前のことサポートするし、俺は100年間やってこう悲しい感じになってるけど、悲しくはなってない。嬉し泣き。本当に最近感情が本当になくなってきてちょっとそれが悩みですね。いやだから、まあ、ちょっとね、感情的になっちゃったけど、いや本当にね、いろいろあったんですよ。なんか俺も一時期さ、迷惑かけたこともあるし、まあそういうのも全部乗り越えて今の今まで来てるわけじゃん。だから正直、まあ見てくれる人たちにも感謝だし、俺というメンバーを追加してくれたことも本当に正直嬉しかった。俺の隣にお前たちがいることは俺は正直嬉しい。いや本当になんか動画外でね、いろいろあったりしてね、言えないこともあるけど、フォークにはいつも説教してるし、よう分からんし、なかなか悩むことも多かったんですけど、ようやく自慢に行けたってことで、第一目標はクリアかな。次はもっともっとこれ以上に動画に力入れて、さらにね、登録者もそうだけども、動画の質も何もかも上げていけるように頑張るんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ってことで、何度も言いますが、10万人突破ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。ほいじゃあ、これからもっともっとね、頑張っていきたいと思います。いつものあれいきますか。めでたい動画だから最後バシッと決めたいなと思います。いくよ。それでは皆さん、アデュー。動画見てくれてありがとう。みんな楽しんでくれたかな。説明欄に Twitter つるつるセカンドなんだよ。まあ、いろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、つるまーい。オッケー。チャンネル登録、チャンネル登録よろしく。来いよ。